負ける者はもっと痛い目に遭うよ。分かったかい？それともう一つ、養子の話はもうごめんだよ。お前たちみたいなろくでなしは誰も養子になんかしてもらえない。お前たちを欲しがる者などいないんだから。コンスタンス！ここから連れ出して。アベンタスがいなくなってから、グレロットがいつもよりもっと意地悪になったんだ。サミュエルは両親の話ばかりして困るよ。もうすぐ迎えに来るんだ。一時的に預けられただけだってさ。もう現実を受け入れなきゃ。わかった。やっておくわ。ごめんなさい。でも子供たちは引き取ってもらう準備ができてないの。僕の名前はライオンの鳴き声にちなんで付けられたんだ。気をつけて。ロアーってね。本当だよ。誰かがグレロットを殺したんだ。グレロットが死んだ。アベンタスがやった。やったー。親切者のグレロットがついに死んだ。助かったぞ。やった。アベンタスは本当にやった。痛い目に遭うよ。痛い目に遭うよ。分かったかい？分かったかい？痛い目に遭うよ。分かったかい？ただちに、グレロット、グレロット、グレロット、愛しき母、愛しき母よ、あなたの子をお送りください。癒しむべき者の罪は血と恐怖で清められなければならないのです。ねえ、いつまでやればいいんですか？夜母にずっと祈ってるのにどうして答えてくれないんですか？ねえ、いつまでやればいいんですか？夜母にずっと祈ってるのにどうして答えてくれないんですか？ついに来てくれた。来てくれると思ってた。成功だ。来てくれると思ってた。やっぱりだ。黒木生産をしたんだ。何度も何度も死体とあれを使って、そうしたら来てくれた。闇の一党の暗殺者だ。いや、そうだよ。祈ったらあなたが来たんだから、お願いだから仕事を受けて。母さんが死んだんだ。それで僕は一人ぼっちになって、リフテンのひどい孤児院に送られた。オナーホール孤児院だよ。あの親切者のグレロットを殺してよ。あなたが、本当に？こんなに嬉しい知らせは初めてだよ。闇の一党はいい人たちだって分かってた。よく眠れた？振り向くと、私が招いた客が目に入るはずよ。集めてきたの。奴らのうちの一人を殺すのが任務よ。あなたが選んで殺しなさい。私はただそれを見て、楽しみたいの。その、話が聞こえたんだ。頼む、逃がしてくれ。敵はないんだ。何かまずいことしたか？外しなさいよ。誰だなんてあんたの知ったことか。殺すんだったらさっさと殺しなさいよ。何かまずいことしたか？誰かは知らんが、とんだ出会いになってしまったな。だが心配するな。なんと
頭から袋をかぶせられて捕まったのは今度が初めてじゃないんだ。おお、馬車だ。物を取り命を奪い娘たちを汚す者。馬車を知らない？物どもに命じてお前の死体に名を刻ませることにするか、忘れないように。気になって仕方ないわ。よくやったわ。何か用か？うわあ！砲弾、なんだって？なんてこった、冗談じゃないのか。すぐにマロ指揮官に報告してくれ。闇の一党のリーダーを？アストリッドのことか。死んだ？何の冗談だ。襲撃をかける頃合いを図るために、今こそその時だ。手を貸せば最大限の報酬を与えよう。人生の調べとは何か。よくぞ。We'll be right back.
何かの見間違いだろう。そんなまさか夢なのか、本当に成し遂げたのか。今日は記念すべき日だ、友よ。闇の一刀に一撃を見舞ってやったんだ。この日を忘れることはないぞ。約束通り最大限の報酬を授けよう。お前の功績は皇帝の耳にお届けしておこう。
おかげでスカイリムはより良い場所となった。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。またラリスからの手紙だ。ちょっと心配になってきたな。これでよしっと。じゃあ行くよ。